博物館で気楽にバードウォッチングの気分を味わってもらおうと、初めて鳥にテーマを絞って開かれた企画展で、会場には桑名市にゆかりのある作家を中心に鳥を題材に描いた掛け軸や屏風絵、桑名盤子などの工芸品およそ60点が展示されています。スズメやサギといった身近な鳥の姿のほか、鶴と日の出など古来より縁起がいいとされてきた鳥合わせで描かれたものなど、作品によって込められた願いなどが楽しめます。またこちらの鶏の卵の殻に青海波と三日月などが蒔絵で描かれた香合は、その繊細な作りから門外不出となっていて、嫡男が桑名藩主を務め、自身は幕府の老中を務めた松平定信の作とも言われています。絵画ですとか工芸品など様々に表現されていますので、ぜひ好きな鳥を1羽見つけていただいて、実際の鳥との比較も含めて、よく鳥を観察して見ていただきたいなと思います。この展覧会は来月3日まで桑名市博物館で開かれていて、2階展示室には刀剣セレクションの一部と、鎌倉時代に現在の桑名市佐渡町の香取周辺で地頭指揮を務めた大池の系図や領地を継いだ書状などが合わせて展示されています。